海とそれから山と取り巻くその自然が美しいということが我々の自慢ですね。いわゆるそのものづくりの町として発展してきました。観光にはあまり力を入れてこなかったんですね。多様な方々を受け入れる町、そういった特徴があるのかなと思っています。もともとは鉄と魚とラグビーの町っていうことで、私のおばが、製鉄所がある時に旅館もビジネスの一環として始めたことがあって、ちょこちょこ直しながらっていう形だったかな。地震がひどかったんで本当にそういう状態でしたね。でも魅力はやっぱり人と人のつながりっていうところになると思うかな。人が温かいというか優しいかなと。やっぱりここのコンセプトもですけど、つながる地域の味わい、これを飲んだら釜石を思い出すみたいな風になっていけたらなって思ってまして、で地域のものってすごく大事だと思うんですね。全国からあるいは世界からたくさんの方が訪れてこの地域を楽しんでいただける場所にしていきたい。8年前の壊滅的な瓦礫の山の中では想像できなかったことが今現実となってそれが実現しているということですから、町の復興の象徴ですよね。ラグビーにかけて、でこの釜石をいろいろいい方向に行けばなと思っています。地域の活性化っていうところを目指していかないといけないなと思ってる。やっぱりグローバルに展開をしてってもらえればすごくいいんじゃないかなと思って、外から来た方とか受け入れてくれる人がいて一体になってやっていけるような街になったらいいかなと思います。いわゆる民泊という一つの事業ではあるんですけども、町を変えるだけの力もありますし、住んでる人たちの意識も変えてくれるだけの潜在力はそこの中にあるというふうに今思ってますので、エアビーさんの方のホストをやることになって、じゃあ釜石の魅力は人と人のつながりということで名物親父になりたいなって思いがあって、一人一人の復興というものは町全体も復興もしなければならないわけなので、そういった意味では相互にこう関連していきますよね。一人はみんなのために、みんなは一人のために。